にちは、久保田です。今日はね、悲しい回ですよ。やばいね、僕の悪い癖が出ました。いや、財布を取られましたというのもね、実はその一昨日の夜にタラちゃんとパパクのデートってかで、まあそのディナーをしてさ、ちょっと二人きりでさ、ドバイのさ、楽しもうぜみたいなデートしたんですよ。そしたら、あれだよね、楽しんだ罰が当たっちゃったのかな。そのデザートサファリってとこ、なんかめちゃめちゃ観光客とか現地の人が超いたんよ。もうなんかコロナなのになんかもうすげえたくさん人いんなと思ってたら、このウエストポーチのやつを肩からかけてさ、こうやってさ、後ろにこうやって何も気にしなかったんよね。で、そこで最後ポカリセットを買ったんよ。だから絶対そこで最後お金使ったんよ。ちなみになんで覚えてるかっていうと、その時のポカリが日本円で600円もしたっていう。やばくない？その時が最後財布開いた時だなって。でそっからツアーだったから夕食代とかかかんなかったから、もうお財布開く機会なかったんよね。で昨日なんかないなって思ってて、まあ部屋にあんのかなぐらい思ってたら、よくよく考えたら盗まれとるやんあーと思って。でしかもなんだっけ、そこなんていうとこだっけ、ゴールドスーク、金の売り場のところ行ってさ、金を買ってたんや。それサラちゃんにプレゼントしてたんや。で僕の方がもう帰るから先にね、これ日本に持って帰ってって僕預かってたんや。でそのまま財布に、大事だからと思って財布に入れたんや、あのバーを。でそのままその財布取られるっていう。だから金だわ、まあ、カードもそうだし、免許証はねあったかどうか分かんないんで、免許証もしかしたらワンチャン日本の車の中に入れっぱなししてるかもしれない。だからまああのアメックスのさ、チタンカードなんちゃう、あれもちろん盗まれたし、日本の銀行のキャッシュカードとかいっぱい入ってた。現金は12、3万ぐらいかな。ドバイのディルハムはそんなに入れてなかった、3万円分ぐらいかな。あー見事にすっからないよね。今全財産残るかも、これしかないよ。これ10ディルハム300円、330円か。でたまたま iPhone の裏側にアメックスのカード1枚はだから助かった。だからカード1枚と10ディルハム、あとは iPhone ですよ。パスポートはねたまたまあのホテルの金庫に入れてたからマジ助かったけど、まあほんと最悪だよね。普段から財布持たないよ、なくしちゃうからすぐ。ちなみに財布なくすのって何回目とか？ 4、5 回目ぐらいじゃないか。そんなになくしてるんですね。そうだから財布も持たないようにしてるんで、iPhone の裏にお金入れとくみたいな。だから基本出かけるときはもう iPhone1 個だけにしとくっていうのが僕のスタイルだったんだけど、とにかく警察署の方に行って、まあ、届け出っていうのをねやってこようかなと思います。そんな感じで今から行ってきます。レッツゴー。警察署着きました。ちょっとねもうこの辺ぐるっと見てもらって、はい、いやー全然違いますね。うん、まあホテルから5、6キロのところ、はい、今警察署で日本とはなんか違いますね、全然。ちょっとね、この前もすごい見てた、はい、ちょっと行ってきますわ、ね、普通にポリスレコードレポート、いや、ウォレット。いやマジ最悪だなこれ。正確に言うともうたらい回し状態よ。結構長かったですよね。うん、まあ行ってきたんですけど、警察官適当すぎるよね、もう明日来いみたいな感じになっちゃって、で結局、まあ、まだ出せない状況だね、被害届は。ほんとダメだね、なんかこっちの警察はやばいな。ほんと日本の警察がまだめちゃくちゃいい担当してくれるよね。明日来るかオンラインでやるかみたいな。でオンラインで被害届出すってどういうことだよって感じなんだけど、ダメだな本当。この国を嫌いになりそうだということでね、今度またね、さっきのところからこのスマートポリスステーション、ここに行けとアメックスのコンシェルジュの人からね言われました。このエリアね、なんか見て、さっきまで僕がいた地域と全然違くない？めちゃめちゃここは結構近代的、すごいよ。なんかちょっと僕はね綺麗だね。何なんだろう、新しいエリアなのかな。ということで今からねスマートポリスステーション、ここに行ってきたいと思います。ここで果たして盗難届もらえるのかどうか、行きます。レッツゴー。本当に警察なのか、す
げえけど、なんか大丈夫なのか、本当に警察なのか、なんかやばいな、とにかく警察なのかな。ということでね、ここでもどうやらなかったというね、なんかね、ドバイのなんつうの、人民警察、そこに今から行けっていう風にね、そう、全然誰もいなくて、10分ぐらいしたらなんかスタッフの人来て、そういう風に教えてくれて目的地設定してくれたみたいな。もう夜になっちゃったもんねもうそう、だからちょっと行ってきたいと思います。着きました。ちょっと今からね行ってきたいと思います。バードバイ、ポリスステーション、ここにね盗難届を出しに行ってきます。え？これやってんの？本当？人？やってんのかな？あ、いるいるいる、ちょっといるかな、行ってくるか。やってたわ。はい、ということで今行ってきたんですけど、3つ、まあ、たらい回しにされた挙句、結局この警察署でも相談届は出してもらえませんでした。いやほんとね、もうわけわからんね。ここじゃもうそれかけないかけないの一点張りで、紛失届はオンラインからやれみたいな感じで、もう結果としても今日財布パクられて、練習休んで1日4の8ですから、12時ぐらいから動いて、だから8時間ぐらいかけてやりましたけど、できませんでした。でしかも明日明後日が連休だから保険会社閉まってるらしくて、8時間たらい回しにされた挙句もらえなかったっていう、もうわけわかんないわ。まあこんなこともあるけどさ、みんなも頑張ろうぜっていう、なんかよくわかんない動画です。ということで今日久保のドバイは1日無駄にしてしまいました。じゃあみんなもお疲れ様でした。バイバーイ。